兵庫県は今日新たに38人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたと発表しました。県内では今日38人の新型コロナ感染が新たに分かりました。11日は58人、おとといは49人、昨日は54人でした。今日までの1週間感染者は1日平均で 41.4 人となっています。県内でこれまでに亡くなった人は566人で、感染者は 18,475 人に上っています。